万治の大火は万治3年に終わり国名古屋で発生した火災。詐欺町の行われる日の夕方に発生したことから詐欺町火事とも呼ばれる。万治3年1月14日、片橋筋の本町付近から出火。名古屋城の南側に位置していた城下町はその多くが焼け落ちた。特に5番割の東半分では消失を免れた家屋はほとんどなく、 消失家屋は町屋2247件、武家屋敷120件に及んだ。この際には茶屋町に店を構えていた伊藤屋も累承したことが伝えられている。その後の調べで本町と七間町にあった3件の3階建てが延焼拡大に関与したことが明らかになったため3階建て以上の建築は禁止され、漢文元年9月には火災発生時の対処法を定めた。 火事の時、固定が発布された。また炎症を防ぐために、五番割の南端にあった、堀切り筋の久屋町筋から、長者町筋の間が、それまでの3件から15件に拡幅されて、広工事と呼ばれるようになった。さらに官文年間に、終わり班の命令によって町人による、防火組織、引けし組合6組が設置され、元禄十三年には8組四百五十名まで、 増員されている。ありがとうございます。